はい、こんにちは、元バンディット400V です。今回は開封動画をお届けします。購入したのはただの電球です。これトイレの、電球なんですけども、見てわかると思うんですが、なんか黒くなってますよね。これ何電球って言うんでしょう。すごい安いやつだと思うんですけども、聞こえるかな。多分中のフィラメントっていうんですかね、が切れたと思うんですけども、まあつかなくなりましたと。100円台とか200円台ぐらいでこれ売ってるんですかね。すごいこのタイプですと。で、電気屋さん行ってどれにしようかなって迷ってたんですけども、こういうタイプのやつと、あとは蛍光灯タイプのやつ、それと LED 電球っていうのが3種類ありまして、結局最終的に買ったのはですね、これにしました。蛍光管タイプのやつですね。税込みで537円でしたね。LED 電球ですと、1000円ちょっとぐらいの値段でした。トイレの電球なんで、あんまり高いもの買わなくてもいいかなと、いうのと、電気の使用量は、この、これを1とすると、これが、5分の1で、LED は10分の1ぐらいですかね。そこまで気にしなくてもいいかなっていうんで、このタイプにしてみました。開けてみましょうか。どこから開けるんだろう。こっちから開けるんですか。こっちから。こんな形ですかね。あ、違うじゃないこれ。失敗。口金がでかすぎる。あら、失敗しちゃったよ。そう、交換しに行こう。ちょっとこれ領収書も持って交換していきます。間違えました。はい、電気屋さんに行って交換してもらいました。これちょっとさっきの箱もうないんですけども、ちょっとスリムなタイプです。口径がなんか17とか12とかなんかあるみたいなんですね。で、これ、これか。これが、17っていう、ここの、ネジっていうんでしょうかね。大きさまして、さっきはなんか26とかなんかそういうでかいやつ買っちゃいました。で、これに交換してもらいましたとさ。から開けるのかな。というのがわからないんだが。はい、やっと出ました。これが欲しかったやつ。長いんだね。はい、開封動画以上です。はい、じゃあ電球交換します。交換しますというか、もう古いやつ、壊れたやつも取ってるんで、これから取り付けます。このぐらいで、
取り付け完了。はい、じゃあつけてみましょう。うわ、はい、もうこんな感じか。はい、無事交換できました。以上です。